回ユニフォームの展示ということで、はい、当時のユニフォームはどこにあったんですか？多分部屋に、自分の実家の部屋に、はい、置いてあったと思います。なんか高校時代の思い出、野球部の経験で5年経ってどうですか？楽しかったですけど、もう一回戻りたいって言われたら嫌ですね。はい、野球に向かう、 こう考え方とかって、学生時代と今とってどうですか？変わってきてるんですか？プロ野球っていう立場ですけど、実際やっぱり、その何でしょう、筋っていうところは変わってないと思いますね。はい、もともと好きで始めたみたいなことですか？あ、そうですね。野球の方、最初サッカー自分始めたんですけどね。サッカーはなんかあんま楽しいって思えず、はい、野球の方がなんかやってて楽しいなって思って。結構、まあ、これまでもですけど、今年特に痺れる場面で投げたりして、はい、そういう時に楽しむみたいなところはできる？いや、楽しめないですね、全然。全然楽しめないです。はい、もう抑えてホッとするぐらいですね。楽しめる人いるんですかね。ちょっと聞いてみたいです。なんか当時のユニフォームを見て思い出すかもしれないですね。あの時も別に楽しかったわけではないですけどね。あの試合は楽しくないですよ。なんでしょう、もう。いろんな人、その仲間たちとなんかいろいろと寮生活とか楽しかったですけど、やっぱ試合は楽しいもんじゃないですね。でも続けちゃうっていう。そうですね。なんて感じでやっぱり好きなんでしょうね。家とか帰っても気づいたらやっぱりどうしても野球の動画とか見てるんでね。自然と野球ばっかりな生活ですね。そうですね。そろそろですね。あ、そろそろですか。あ、見えた。おはようございます。おはようございます。あ、本当ですか。たまたま。清水投手です。よかったら応援してください。西川マネアが主力ですね。こっちですね。打撃のチームだったんだよね。僕らの時は。なんか本当こうほぼフォームも変わらず、なんか一緒ですね。出たやつです、甲子園で。なるほど。この時は自分は、スタンドで、あ、違う、相模に負けたんですよ。ベスト4決めかなんかで。スタンドで応援したり、ボールボーイとかやってました。自分が1年生の時。ユニフォームの好きなところとかありますか？自分はここのユニフォーム好きっす。ちっちゃい頃からなんか憧れてっす。
結構今赤と青ですけど遠くから見たらピンクに見えるじゃないですか。あおしゃれですよね。確かに水色とピンクっていう、確かに確かに他にはない色ですよね。そうですね、よかったら高校時代の僕を知らない人とか逆に高校時代から応援してくれてた人たちとか、はい、よかったらこういう時もあったっていうのを思い出してもらったりしていただきたいと思うので、はい、見に来てください。中日ドラゴンズ公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも清水達也です。すごいいっぱい甲子園優勝した選手たちがいっぱいいらっしゃいますので、はい、この人たちが引っ張っていつか日本一になれるように、はい、きっと日本一になれると思いますので応援よろしくお願いします。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイ。社会人の名門のエネオスで頑張ってるので、よかったらエネオスの綱脇くんもよろしくお願いします。で、こちらはあの西武ライオンズの西川真奈也選手で、今回はちょっとまあ一軍はいないんですけど、はい、この前怪我から復帰してホームランいっぱい打ってるので、もう時間の問題だと思いますので、この世代で、はい、頑張りたいですね。彼には特に頑張ってもらって、ありがとうございます。はい。彼も頑張ってほしいですけどね。彼。キャッチやってないですけどね、今。彼。連絡取ったりするんですか？連絡とかは取んないですけど、別に会えば、おうとか、ああ。飯とかも全然行ったことありましたし。仲はいいです。気にはしてるんですね、じゃあ、投稿とか。あ、してます、してます。でももう、外野手なんで、彼。何してんの？